ハシグロウシインコは、超高インコ目標無化ウシインコ属に分類される、蝶類。別名ハシグロ赤羽ウシ。ジャマイカチューブ及び、頭部全長25から27センチメートル。頭頂は青灰色で、額に赤い斑紋が入る個体もいる。時候を覆う羽毛は黒っぽい。頸部を覆う羽毛の外縁は暗色で臨場に見える。お葉の色彩は緑色で、 外側を吐き部に青い縁取りのある赤い反紋が入る。初列服の色彩は赤い。初列風切りの色彩は青で、先端は暗色。自列風切りの色彩は緑色で、先端は暗青色。交彩は暗褐色。くちばしの色彩は暗褐色で、先端に向かうにつれ色彩が淡くなる。光子の色彩は暗灰色。 標高500から1600メートルにある規定が、石灰室の多湿林やその林園にある農耕地などに生息する。渡りは行わないが、食物の生育状況によって移動する。6から40羽の群れを形成して生活するが、200羽に達する大規模な群れを形成することもある。樹上にぶら下がりながら、翼を胸部の前で交差させ雨よくを行う。果実、液化、種子。 花、目などを食べる。繁殖形態は卵生。1月下旬から2月に求愛を行う。主に軌道に映像するが、キツツキ類のフルスやブロメリア類の器具などに映像することもある。3から5月に1回に2から3個の卵を産む。主にメスが放卵し、飼育下では放卵期間は28日。ヒナは孵化してから8週間で巣立つ。トウモロコシや パパイヤマンゴーなどの農作物も食べる。森林伐採やボーキサイト採掘による生息地の破壊により生息数は減少している。外鳥としての駆除、食用やペット用の狩猟や採集などによっても生息数は減少している。ネズミ類やマングース類といった外来種の末の襲来による影響も懸念されている。ハリケーンの襲来や干ばつによっても 生息数が減少している。ジャマイカでは法的に保護の対象とされている。1981年にインコ目単位でワシントン条約付属書き2に掲載されている。ありがとうございます。